渡辺公館1月20日昭和13年7月20日は文展を中心に活動し、後に自由画壇を同志と創設した日本画家。渡辺公館は明治11年1月20日に滋賀県大津の円満院門跡の寺位、渡辺千と歌人で円満院の事項を務める服部、春樹の娘多津の子として生まれ、公平と名付けられた。 明治25年も大津人上小学校を卒業後、彦根中学校に進み、明治27年京都美術工芸学校に転校後、明治28年学校を辞し、森川祖文に入門した。市である森川祖文は、明治36年に没し、高官は移行独自に画業を研鑽し、明治40年第一回文展に、新元で初入選し、 以後大正3年から7年までの間に4回入選したが、大正8年定点が開設されると観点から離れ、井口花秋、池田勝良仙、上田一万秋、林文堤中堅画からと自由な日本画制作を目指し、日本自由画団を結成した。日本自由画団活動に励む、中予さ不存に死粛したと伝えられる。 昭和13年7月20日61歳で死去した。交換は、画号で若年の頃は春、泉と称し、また別号に、遊魚道、太鼓囚人を用いた。ありがとうございます。